雄大な山、緩やかに流れる川、そしてどこまでも続く海。平和で美しく豊かな自然を持つ私たちの国、日本。しかし、平和であるはずの私たちの周りではいろいろなことが起きています。民族、宗教、領土等の問題などによる地域紛争、大量破壊兵器やその運搬手段、そして軍事関連技術の拡散。また私たちにとって直接的な脅威ともいえる自然災害など、実はさまざまな問題を抱えている一面もあるのです。だからこそ今、自分たちだけを見つめるのではなく、もっと広い視野を持った新しい日本の防衛力を作っていくことが必要なのです。第二次世界大戦後半世紀近くの間、世界の軍事情勢の基調となっていた東西間の軍事的対立の構図がすでに崩れ去った今、世界的大規模の戦争が起きる可能性は遠のきました。しかし世界各地ではさまざまな地域紛争が発生しており、さらに核兵器や弾道ミサイルなどの兵器、そして軍事関連技術の拡散による隠れた不安など、全く新しい性質の危険が新たに表面化してきたのです。これに対し、国際関係の一層の安定化を図るためのさまざまな取り組みが世界的に進められています。そうした国際情勢変化の中、新たな日本の防衛の在り方として、平成8年度以降にかかる防衛計画の大綱が策定されたのです。防衛計画の大綱は、全大綱の基盤的防衛力構想を基本的に踏襲しながら、現行の防衛力の具体的内容について見直しを行い、防衛力の合理化、効率化、コンパクト化を一層進めるとともに、必要な機能の充実と防衛力の質的な向上を図ることにより、多様な事態に対して有効に対応し得る防衛力を整備し、同時に事態の推移にも円滑に対応できるような適切な弾力性を確保し得るものとしています。この防衛計画の大綱に基づいて策定されたのが、現在の中期防衛力整備計画です。中期防衛力整備計画は、現在の防衛計画の大綱の下での最初の中期的な防衛力整備計画であり、防衛大綱に示された我が国が保有すべき防衛力の内容を実現するため、継続的計画的な防衛力の整備を行うことを目的としています。またその計画期間は、平成8年度から12年度までの5年間を対象としています。防衛庁・自衛隊は、新たな防衛力の水準への円滑な移行に配慮しつつ、各自衛隊の基幹部隊等は合理化、効率化、コンパクト化を推進していきます。陸上自衛隊においては、13個の師団のうち5個の師団を改編し、このうち2個の師団を旅団にするなど、従来の18万人体制から防衛計画の大綱で示す16万人体制への移行の第一段階として、この中期防衛力整備計画期間の中で編成定数を約17万2千人とすることとしています。海上自衛隊においては、地方隊に所属する10個護衛隊のうち2個護衛隊の廃止、機動的に運用する掃海部隊の2個掃海隊群から1個掃海隊群への集約化などを行います。航空自衛隊においては、警戒管制部隊のうち2個方面隊の警戒群の一部を警戒隊に改編するとともに、揚撃戦闘機部隊10個飛行隊のうち1個飛行隊を廃止します。このように機関部隊の見直しは計画的かつ段階的に行っていきます。そして防衛力の質的向上、
コンパクトな体制を実現する一方で、多様な事態に対し有効に対応し得るよう、必要な機能の充実、質的向上に努めることが必要不可欠です。例えば現在建設中の市ヶ谷庁舎、ここでは指揮通信の根幹を担う通信設備などの建設が着々と進んでいます。陸上自衛隊では射兵地射撃能力があり、目標撃破能力に優れた96式多目的誘導弾システムや、機動力に優れかつ装甲防護性を備えた96式装輪装甲車などを導入します。海上自衛隊では対戦能力、補完防空能力等の向上を図った村雨型護衛艦や、捜索能力、音響ステルス性の向上を図った親潮型潜水艦などを導入します。航空自衛隊では優れた飛行性能や火器管制能力などを有する F2 の導入や、国土から離れた洋上における早期警戒監視が可能で、また地上の管制組織を代替し得る管制能力を有する早期警戒管制機 AWACS の運用体制などの整備等を行います。このような防衛力の機能の充実や向上によって、質の高い防衛力を維持することができるのです。また防衛力の規模および機能についての見直しの中で、要請および取得に長期間を要する要員および装備を教育訓練部門等において取得したり、即応性の高い予備自衛官を確保することとしています。この即応予備自衛官は、防衛計画の大綱のもと陸上自衛隊の基本的枠組みを18万人から16万人としつつ、その一部の部隊の編成に充てるため、従来からの予備自衛官に加えて新たに導入されるものであり、従来の予備自衛官がこのような枠組みの外にあって防衛召集命令を受けて後方の警備、後方支援活動などを行うのに対して、即応予備自衛官は陸上自衛隊が部隊として行動する際に部隊の一員として行動することが可能な練度と即応性を有するものとしています。防衛計画の大綱においては、日米安全保障体制の重要性を再確認し、我が国の安全確保にとって必要不可欠なものであり、また我が国周辺の地域における平和と安定を確保し、より安定した安全保障環境を構築するためにも引き続き重要な役割を果たしていくとの認識を示しています。そして日米安全保障体制の信頼性の向上を図り、これを有効に機能させていくために、今後とも情報交換、政策協議等各種施策に努める必要があるとしています。このように日本の防衛力と日米安全保障体制とが両輪となって、日本に対する侵略を未然に防ぎ、万が一侵略が起きた場合には迅速かつ柔軟な対処で事態の収拾を図ることができるのです。私たちの国日本はユーラシア大陸の東側に位置しており、国全体が海に囲まれた平和で安全な国として世界でも類を見ないほどです。しかしその平和も世界各国との協調や周辺諸国との安定した環境の中でこそ保ち続けられるのです。言ってみれば、世界各国が世界的視野の中で安定した環境を求めている今、日本が世界平和の確立のために国連などの諸活動の中で何ができるかが問われているのです。このようなPKO 活動への参加は、防衛大綱に定められたより安定した安全保障環境の構築への貢献として意義あるものです。平成8年1月に第1次
ゴラン高原覇権輸送隊、そして8月には第2次ゴラン高原覇権輸送隊とゴラン高原の PKO 活動へ部隊等を派遣しました。今回の PKO 活動はシリア南西部のゴラン高原におけるイスラエル・シリア間の停戦監視および両軍の兵力引き離しを行っている国連兵力引き離し監視隊アンドフへの参加です。現地での活動はアンドフに参加した各国部隊の活動に必要な食料など日常生活物資を輸送する輸送班。そして各種の施設機材による道路の補修や道機材などの整備を行う文献班の2班に分かれて行われました。しかし活動を行っているのは日本の自衛隊だけではありません。オーストリア、ポーランド、カナダなどまさに国際色豊か。そんな中で各国部隊との交流は欠かせません。第一次隊の佐藤隊長は就任時に隊員たちにこう言ったそうです。 Be International、 日本人村を作るな、交流せよ。 Be Reliable、 信頼されるに足れ。 Be Confident and Do Endeavor、 努力せよ、そして自信を持てと。交流があってこそ派遣活動がスムーズに行きます。いわば与えられた任務を着実に行う技術や修練と進んで溶け込もうとする姿勢が重要なのです。こうした活動を積極的に続けていくことにより国際社会における日本に対する期待に応えていくことになるのです。また諸外国とのコミュニケーションにおいては防衛庁自衛隊が独自に行っている安全保障対話、防衛交流などが挙げられます。これらの活動は話し合いや防衛交流を通じて各国が保有する軍事力や国防政策の内容を明らかにするとともに防衛当局間の信頼関係を深めることによって無用な軍備の増強や予測できない事態と危機の拡大を抑えることを目指すものです。このように防衛庁自衛隊は防衛という考え方を一歩進め積極的に世界との関係や会話を行うことでより安定した安全保障環境の構築への貢献を実現していきます。自然災害の脅威、それは私たちにとって人知を超えた直接的な不安です。災害時においてはいかに早く官民が緊密に連携しつつ救援活動を行うかが最も重要なことです。平成8年2月の豊浜トンネル事故、まだまだ雪深い北海道で起きた自然災害でした。この時は岩盤の崩落による二次災害の危険が多分にある最悪の条件でした。この事故において自衛隊は地方公共団体や地元警察、消防署と緊密に連携しながら救助活動を行ったのです。また自然災害以外にも各種の事態において自衛隊はその能力を役立てています。北海道屈斜路湖に遺棄されていた毒ガス弾については平成8年10月、道民の不安を早期に除去するため道と協力しつつ毒ガス弾の揚収安全化処置を実施しました。このように大規模災害等各種の事態への対応を俊敏に行っていくためには
日々の訓練は欠かせません。そして何よりも重要なのが市民の方々の協力や地方公共団体、警察、消防との密接な協力体制です。これらが一丸となった時、大規模な災害が起きたとしても確実に乗り越えられる力が生まれるのです。世界は未だ先行きが不透明な要素を含みながらも、確実に安定した国際環境の構築を目指し歩んでいます。私たちの国日本もその中で適切な規模の防衛力の整備を進め、安定した周辺環境の維持と国際社会を安定化させるための努力を行っていかなければなりません。中期防衛力整備計画などによる一歩一歩着実かつ段階的な努力を積み重ねることによって、防衛計画の大綱に述べられている防衛力の役割、すなわち我が国の防衛、大規模災害等各種の事態への対応、より安定した安全保障環境の構築への貢献を果たせるものと考えます。ステップバイステップ、防衛庁自衛隊は絶え間ぬ努力を行っていきます。なぜなら真の平和とは待つものではなく作り出していくものと信じているからです。